山田電機、松屋電機株式会社、松屋電機は日本の家電量販店。松屋電機及び、ケイ電の店舗ブランドで、チェーン展開をしている。かつて佐藤無線、静電車と共にプレッソホールディングスの参加にあったが、2012年12月に、同社が成立、店舗数は、2015年7月現在で、合計123店。青森県、秋田県、茨城県、 栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県、北陸前県、三重県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、愛媛県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、沖縄県には店舗がない。なお、かつては、茨城県は、小賀市、石川県は、津端町、富山県は、小矢部市、三重県は、伊勢市と、和歌山県は、田辺市。 島根県は松江市、雲南市、広島県は熊野町と福山市、愛媛県は新浜市等に店舗が存在したことがある。創業は1951年。ただし、後日の民事再生手続きにより再生を支援する新生銀行グループが用意した東京都港区の新会社が2003年12月5日に事業を引き継いでいる。そのため、 法人としては、現在の松屋電機は三代目にあたる。その後、2006年4月に本社を創業の地にほど近い大阪市中央区日本橋一丁目に移転。本社の代表電話番号に050番号の IP 電話を使っている。さらに、2009年10月には現在地に本社を移転した。一時期、松屋電機ブランドから新ブランド。 軽電への切り替えを進めていたが、2006年以降に、回転し、また、業績悪化に伴い控えていたテレビ CM も、再開している。業績悪化以前のテレビ CM で使われていた、キャッチフレーズ、いいもの大切に、松屋電気もそのまま使われている。当社の会長である、檜山健一郎は、2005年3月に、同業の佐藤無線の社長兼会長に就任し、 佐藤無前への経営支援に乗り出した上で、2006年10月に、同社及び静電車とともに、株式移転して設立した持ち株会社プレッソホールディングスの代表に就任している。山田電機の参加に入ったプレッソグループ内で、山田電機の店舗ブランドである、テックランドやラビーへの転換が進む中、松屋電機も2008年7月から2009年9月までの間に、 経営店15店舗と松屋電気5店舗をテックランドに転換している。ただし、松屋電気での新規出店も行っており、山田電気ブランドとの共存状態が当面続くと見られる。ポイントカードとしてプレッソポイントカードがある。テックランドに転換した店舗では山田ポイントカードも利用できる。松屋電気エンガル店、松屋電気渡り店一時資料。 ありがとうございます。